闇の恐怖を知るがいい。闇の恐怖を知るがいい。私が闇への道を誘ってあげようじゃないか。お前らもこちら側の世界行くんだ。こんにちは、今日はクエイクスを使ったガチ構築を紹介していくんやけども、まあクエイクスを使ったガチ構築はね、結構評判が良くて、まあ、みんなねこう気になる構築やと思うんやけども、まあクエイクスを4枚採用しているという構築で、闇文明のカードが32枚で非文明のカードが8枚であると。でやっぱねバジラの構築に対しても強くて、いろんなこう手段を被ることができるんで、今結構脚光を浴びてるデッキではあるんよね。で勝率が 98.56% を記録したということで、非常にね強いということがまあ示されているデッキであると。で今から細かくデッキを紹介していくので、まばたきしずに見ていただくと。だから人間ってまあね10秒に1回まばたきとかすると思うんやけども、1秒たりともまばたきをすることは許しはせないよ。いきなりデッキ紹介していくんやけども、ブラッディアリングが4枚採用、ゴーストタッチが3枚、ファントムバイツが3枚で、リバースチャージが、4枚採用。まあ自分の墓地からクリーチャーを探索し、1枚を手札に加えながらチャージャーの能力を持っていると。死の宣告が3枚で、クリムジョンチャージャーが4枚採用、ボンギールズ田中が3枚で、デーモンハンドが4枚採用、それからバーストショットが4枚採用で、魔国の騎士オルゲイトが1枚採用。ダブルブレーカーを持っていて、自分のクリーチャーが破壊された時アンタップすると。まあ、このカードはね結構強いよね。まあ、今このオルゲイドを採用したクエイクスをね使ったデーモンコマンドバルムが結構流行ってるから、まあ第1弾のこのオルゲイドが入ってる、これもなかなか面白いよね。それからもう今回の超目玉大目玉カードのクエイクスが4枚採用と、バトルゾーンに出すだけで相手の手札をね自分の他の闇のクリーチャー1体につきハンデスすることができると。まあハンデスカードの最終形態みたいな感じもするよね。それからバラムが1枚採用で、ロストソウルが2枚と。まあ汽車男とかは入っていないものの、非常にこうハンデス、相手の反動をねぶっちぎりで切るという能力に関しては非常に長けているデッキだと思うよね。でこのデッキを使って天下無双、麻雀でいう国土無双をして、焼け野原状態にしていきたいな。野原慎之助のね眉毛は噛みちぎったな。プレイングタンコブ投げるぞって感じでねやっていこうと思うんですが、まあ、この動画を見た人はね面白いなと思った方はですね、まあ、チャンネル登録と高評価をね良ければよろしくお願いします。世界とはいつも混沌を促すものなんだ。さあ今日もドゥエマプレイスやっていくんやけども、あんまりこう評判がね良くないと思うんやけど、まあ、クエイクスをね採用する構築を、まあ、使っていくんやけども、まあ、クエイクスがね、まあ、今結構環境1位になってきてるよね。でやっぱクエイクスの強さをわからない人間にドゥエマプレイスをやる意味などないんですよね。それはもう呼吸するのと同様なんですよ。要は魚がエラ呼吸するのはなぜかっていうと、クエイクスによるものなんですよね。わかるかな。その程度の文言がわからない人間に私の言ってることがわかるわけがないじゃないか。ここはちょっと防ぎたいっていうのあるんやけども、まずは1枚目ブラッディイヤリング召喚2コス4000ブロッカー。もうこのカードいるだけですごいね、進化発揮するカードであると。でもやっぱりドゥエマプレイスはやっぱ安定のね男キャラが多いよね。まずは1枚目なんかそういう萌え豚みたいないないよね。そのアニメ大好きっ子みたいなねえ、うん、強がるなよまずは1枚目お、りょうたろうきんいさん登録ありがとう。もしねまだチャンネル登録済んでない方は登録してもらえると、今この動画を撮っている時に、もしかしたらねその皆さんのこの名前がね、表示される可能性があるので、よければね、登録してもらえれば嬉しいなと思うんですが、面白いものを見せてあげるよ。世界の終焉の猛火というものをな。まずは1枚目消えるんだ。2分の1の確率でお前は世界を見る。マーチングスプライトとか、まあ、マープナチュレみたいなカード置くなよ。おっとクイクスか。おー小賢しいな。おーでもこのデッキバーストショット入ってるんよね、面白いことにね。バーストショット4枚入ってるから、もしその起爆スイッチが発動した瞬間お前は世界、あーいー
まあ、かわいそうに世界は常に鼓動を感じているんだよ。甘さこそが世界の定義だと我々は言うけども、それは間違った世界線なんだ。自分の墓地からクリーチャーを探索するだ、シャーキー。まずは1枚目。クリーチャーがいないけども、まあもういいかな、使っちゃうか。まずは1枚目マナーをチャージすることによってクエイクスが刺さるからね、いいね。4コスでマナーチャージだけとか、どんだけ弱いんだろうみたいな、まあフェアリーサークルみたいな感じで、いいね。手札を残すことがどれほど痛みを感じ、苦痛に感じ、絶望の中に苦しみを感じるのかというものを教えてあげるよ。まあ、あ、でもこれ出す意味があるかってないよな、正直。ただ次のハンデスを考えるならば、ボンギールズ山根はありはありなんやけども、まずは1枚目。まあ相手の場面にクリーチャーがいるということをまあ想定したと考えるか。まずは2枚目。これリーフ来ても、私のクエイクスの小坂氏。こいつ運だけじゃん、ほんと。ドイツもこいつもさ、ドイツ人もスイス人も一緒なんだよ、イギリス人がよ。俺はオーストラリア人だって言ってんだろ、お前。だがその動きを覆すことができる、それこそが私が見せる世界の方向。ロストソウルを生贄に捧げ、現れよ行眼魔人クエイクス召喚。このカードが召喚された時、相手のランダムな手札のカードを2枚捨てることができる。魂を捨てな。ここでお前のシールドを破壊することによってクエイクスの栄養分が生まれるわけだ。俺は栄養をいっぱい吸ってアゲハチョウになるんだよ。幼虫からサナギになる、家庭が一番好きだと言うけども、私は幼虫よりもサナギの方が好きなんだよ。クワガタよりもカブトムシの方が好きだとお前らは言うけども、俺はそんなものを求めてはいない。1枚小賢しいなこいつ。そんだけやられたいんだったら見せてあげるよ、世界の終焉の猛火というものをな。デーモンハンド発動、消えるんだザコカードな。そして相手の手札をね、クエイクスの効果によってボンドを無用で増やしてあげるよ。お前が増やしてくないんだったら私がね、自ら増やしてあげるよ。いいね。地獄の最中に朽ちる姿はどうだ。地獄の最中から生まれる答えはなんだ。液体から混ざる立体的な影響的なものはなんだ。私は影響的なものを理論的に数値的に考えているんだよ。それこそが分かる世界線、世界とは常に確立しているものだからね。あとデュアルプレイスは金髪の男の子多いよね。チャラくもないようなさ、ねえ、なんかその青年が金髪にしたぐらいで変わったと思うんじゃないよ。さあ、ごまら何するか。手札どんどん小坂氏だ。おお、うわ、こいつ小坂氏な。コーネリア公女殿下使ってきたぞ。うわ、きしょこいつ。芋虫が、うわ、きっしょマジでこいつ。なかなかやるじゃないか。溶岩魔人を食べるのが俺の趣味なんでね。おお、魂だ。現れよ世界を朽ち果てるその進化の悲しいよ。闇をもたらす恐怖の運命は私をもたらす魂を削るもらう。なんかこの削るエフェクトもかっこいいよね。クエイクス結構自分好きなんやけどね。まあ、やめろお前、リーフ出した瞬間しばくぞお前。さすがにないと思うけどな。あい、その程度のカードはバーストショットで消えるという運命があることがまだわからぬか。面白いものを次のターンに見せてあげるよ。まずは1枚目。1000のクリーチャーごときはどうでもいいんだ。世界の終焉から見ればどう、おお、小坂氏だ。もうこれ、あい、見せてあげるよ。じゃあまずは1枚目、世界の終焉の猛火というものをな。ペン、あ地獄でやられちまったぜ。まずは1枚目、いいね。いや結構面白いし楽しい構築やな。やっぱドゥアムプレイスやる上でなんかロマン性がありつつ楽しいデッキ使う、カードゲーム全般そうだと思うけども、やっぱ楽しさあふれるデッキを使うっていうのがやっぱ楽しい世界の方向性ではあるよね。で、小坂氏だ。なんだそいつ。おー、怖いね。だが何もできやしない。運命を変えることができない人間に世界を変えることはできない。クエイクスの前で朽ち果てろ。やっぱクエイクス4枚差しやからな。自らの反逆の呪しでやられるとはな、愚かなやつね。あい、こちょ、くくくえくくくくくくわ、加えろよお前。